かん。見えるかしらね。じゃん、そこに3つのラーメンが、間違えた、4つ4つのラーメンがあります。イエーイ、いきますよ。じゃーん、何がいいと思いますか、作るの。何がいい。1、瀬戸内塩レモンラーメン2、みきゃんラーメン。みかんの味がするわけじゃないっぽい。3、四国初オリーブ醤油ラーメン。4、甘醤油味徳島ラーメン。おはよう、島根の刺し越しさん、ありがとう。じゃあ投票をしていきたいと思います。1から4で、ちょっとこっちから、はい、これが塩レモンから1、2、3、4、はい、どれですか。でもこれね、みかんはみかんじゃない。投票1、2、3、4です。みかんはね、みかん味じゃないよ。いきますよ、せーの、ポーン。あ、1番。お、1、2、3、4の順番や。1番はどっち。塩レモンラーメンです。それではこれを作っていきたいと思います。レモンはうまさしみる鶏だし、瀬戸内の豊かな自然と温暖な気候で育てられた美味しいレモン、その旨味が生きた塩ラーメンができました。鶏だしの旨味とも相性バッチリ、後引く美味しさです。ぜひ一度味わってください。それでは味わっていきたいと思います。確かにチップも1に投票。ワンワン、えらい。確かに、じゃあ1番ですね。よーし、これは1人前なのかしら。ラムドさん、ありがとうございます。塩レモンラーメン、綺麗に開けてね。わあ、綺麗に開いた。麺がでかいですね。
1人前か。2個入ってる。はい、それではまずトッピングとなる卵をやっていきましょうか。浅尾さん、ダムダさん、カズチンさん、ありがとう。ラーメン作ったことないないよ。あ、なんだったっけ、ストーチ塩レモンラーメン、せとうちしおれも、うん、はい、いきまーす、やっていきまーす。卵を茹でていきます。穴を開けるんだって。それでは火ついてる。元気感、嘘、ちょっと眠たかったよ。セリアさん、ダームドさん、心のオアシスさん、カズチンさん、ありがとうございます。今日の光がすごい当たってます。光合成、鍋に 400ml、450ml の水を入れ、十分沸騰させてから麺を入れて3分4分煮てほぐしてください。ちょっと眠たくて何て書いてあるか分からない。頭に理解が。卵は6分茹でるんです。本当だわ。バナナ。6分をタイマーしていきましょう。6分タイマー。お湯沸かしてるよ今。もうちょっとですね。それではネギを切っていっときましょう。先に
お、沸騰してきそうですよ。いただきます。すごいでっかくなっちゃった。ワン、巻きました巻きました。ということで卵を入れていきましょう。じゃじゃーん。それではネギを、ネギも切ったということで、ネギ太、いや太くないか、これぐらいがちょうどいいよね。はい、それでは、あ、6分タイムしてない、忘れてた。はい、鍋に 400ml から 450ml の水を入れ、十分沸騰させてから麺を入れ、3分4分煮てほぐしてください。じゃあ、100ml 入りました。ということで沸騰をさせます。今日夜8時から、まあ、皆さん何かご予定ありますでしょうか。8時沸騰させてから麺を入れて3分4分煮てほぐしてください。うん、お、全部キャンセルした。嘘、マジ、予定がないあなたはぜひ今日はね、まだあのココは分かんないんですけど、ココ多分まだ寝てるかな、寝てるのか分かんないから分かんないんですけど、とろみちココ寝て、寝てじゃないで配信をしたいと思います。イエーイ。ココはね寝てるからね、今わからんのじゃけどな。
沸騰しちゃった沸騰しちゃった。はい、麺を入れて3分4分ほぐします。ちょうど今さ、卵が3分経った計算、同じぐらいにさできるわ。ゲスト呼んで、ゲストチップぐらいしかおらん。わっ、1時間の配信見ます。 Thank you。 ラーメン食べたくなったでしょ。あ、でもちょっと塩レモンの味じゃないや、匂いするのかもしれない。あ、酸っぱい匂いがする気がする。タイトルに控えてきました。お、言っております。どうですか。お仕事行ってらっしゃい。そうだ、ほんとほんとほんと。バナナも美味しそう。今日顔がでかい。はい、じゃーん、できました。柔らかい方が好きだから。はい、できました。卵できたので冷やします。冷やし卵。コップが揺らった。よし。
ましょう。はい、茹で上がったら火を止めて液体スープを入れます。もう終わるじゃん。もう終わるよ。わー、色がすごい。わーわ、すんすんごっ。ちょっとしか入ってなかった。なんかすごい目が膨れてる。それでは移していきたいと思います。見えないね。うわあ、ちょっとやりにくい。わあ、すごい汁。こんなに汁があっていいのかというぐらいの汁。ラーメンってこんなんだっけな。塩レモンラーメンって初めて聞いた。私も初めて食べます。伸びすぎ、それない。いい感じ。自分はね、へにょへにょが好き。へにょへにょが好きなんで。うん、それでは卵を卵の前に、卵は一つだけです。卵の前にお肉を入れていきます。ささみ、卵は半熟なので気をつけてください。これ割れてない。割れてた。ダメだ。あ、ちょっと待って、殻入った殻入った。
わあ綺麗。どうしよう。見えなくなっちゃったでも。はい。そしてネギをのせていきます。ドバ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 。じゃーん、今村風下打ち塩ラーメン、下打ち塩レモンラーメン。卵切った方が見栄えがいい。待って、これはダメだね。ちょっと待って、切り方ダメだね。じゃん。あ、ああ、待って、ぐしゃぐしゃ。できました。じゃじゃーん、完成です。イエイ。どげん、すごい、ネギの、ネギの匂い。写真を撮っていきましょう。半熟成功、イエイ。ネギ盛り。よし、まだ捨てんとこ。できました。それではどうしよう、どうしよう、どうやって食べようかな。立ったままね、おかしいですもんね。それでは一回切って食べてみたいと思います。一回切って食べます。すぐ戻ってきます。部屋に戻る、うん、部屋に戻ります。バイバイ。すぐやります。多分つながるやつ、ゼロからにならないやつにします。またね、後で。バイバイ。